タラール公、カミー・ユドスタンタラール公、カミー・ユドスタンは、フランスブルボン朝の貴族、軍人、ロジェドスタンの子として、リヨンで生まれた。はじめ白爵で、後に公爵に助釈された。16歳から、フランス軍に入隊、オランダ侵略戦争で、今月公ルイ2世に従い、1674年から、テュレンの死爵の下に移り、アルザスで戦った。 大同盟戦争では、ライン川付近で戦い、戦後はイングランドへ、フランス大使として赴任、イングランド王権オランダ総督ウィリアム三世らと、ともに、スペイン王カルロス二世イナキアとの分割協議を、話し合った。しかし、フランス王類十四世が、カルロス二世死後に即位した孫のフェリペ五世の、フランス王位継承権を手放さず、南ネーデルラントに軍勢を駐屯させたり、 ジャコバイトを支援して、ウィリアム3世からのイングランド追い出しを狙う、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの支持を表明した、ため、1701年に、ロンドンから追放された。スペイン継承戦争で軍務に戻り、1702年に、ブー・フレールの指揮下で、オランダ攻撃に加わった。同年に、ドイツのラインガー戦線に移り、翌1703年に、 ビラールの指示で神聖ローマ帝国の将軍、バーデン編共白、ルートビヒビルヘルムを、ストラスブールで監視、ドナウ川で、ビラールとバイエルン戦抵抗、マクシミリアン二世との合流を成功させた。ライン側に残った後も9月7日に、ブライザ派を、陥落、11月15日にシュパ版ヤーバ派の戦いで、帝国軍に勝利して17日に、ランダムを落とすなど戦功を積み重ね、 元帥に任命された。1704年に、オランダから、イングランド軍司令官のマール・バラコー、ジョン・チャーチルが、ライン川を南下、ネーデルラントから、マール・バラコーを追った、ビル・ロア・トランダウで合流したが、マール・バラコーとプリンツ・オイゲン及び、ルートビ・ヒビルヘルムとの合流も許してしまった。マール・バラコーとルートビ・ヒビルヘルムは、ドナウ川へ投進、7月に、 オイゲンもドナウ川へ向かうと後を追ってマクシミリアン2世とフェルディナンド・マールさんが率いるフランスバイエルン連合軍と合流した8月13日にマール・バラコーとオイゲンに決戦を挑んだがブレンハイムの戦いで大敗して捕虜となりイングランドへ送還されたその後7年間ノッティンガムで旅衆として過ごし1711年に解放されフランスへ帰国 翌1712年から1715年まで、フランス王国爵位貴族に助釈され、白釈から公釈に昇釈された。1715年に、ルイ14世が亡くなり、遺言上で、ルイ15世を貢献する諮問会議の一員に、指名されていたが、摂政のウルレアン公フィリップ2世によって破棄され、実現せずに終わった。また、 1724年から1726年まで科学アカデミーの会長を務めた。1728年、パリで76歳で亡くなった。長男のフランソワはブレンハイムで戦死したため、次男のマリー・ジョゼフが家督を継承した。ただし、タラール行為は一代限りだったため、マリー・ジョゼフは親切のホスタンコークライに除釈された。ありがとうございます。